ただいま議長からお許しをいただきましたので、私は一般質問3点を分割方式にて質問させていただきます。1つ目、3歳児眼科検診における弱視発見率の向上のための屈折検査の導入についてです。守山市では現在視力検査が可能となる3歳6ヶ月検診で、検診前に家庭で保護者がランドルト管、このようなものですけど、これを厚紙に貼ってこう回してちゃんと分かっているか確認する、そういう検査を家庭でしていただき、子どもの様子を見ていただき、そして健やかセンターで保健師により検診を行っていただいております。子どもの視力は3歳までに急速に発達します。この時期に保護者や検診で異常の発見や治療が遅れ、6歳から8歳を迎えてしまうと一生弱視になる可能性が高いと考えられています。こうしたことからも子どもの一生に関わる視力検査はとても重要です。しかしながら3歳6ヶ月になると家庭での検査可能率が 95% になるこのランドルト管を用いた視力検査と保護者によるアンケートをしても、乳児に 0.2 ほどの視力があれば日常生活に不自由がなく、弱視があっても何も症状がないため家族が気づかないことから、視力異常を検出するものにも限界があり、また全国的にも眼科医が検診に参加するケースは稀であるために異常の発見が見逃される可能性が指摘されています。厚生労働省は2017年4月に視力検査の適切な実施を求める通達を出したところです。群馬県では眼鏡をで矯正しても十分な視力を得られない弱視を3歳の段階で発見し治療につなげるため、2年前から特殊な機械を使って目のピントが合う度数を調べる屈折検査を導入し、県内の35市町村に呼びかけ、来年度は群馬県全市町村で実施されようとしています。また検査を担当する保健師を対象に研修も行っていらっしゃいます。屈折検査を導入した結果、要医療と診断された割合は導入前の 0.1% から 1.8% に上昇し、早期治療につながっているとのことです。3歳でのランドルト管の検査の実施可能率は 74% であり、家庭での視力検査では異常の検出が困難だとあり、また少しでも早い月齢での機械による異常の早期発見と治療は大変有効であり、保護者の見逃しに対する啓発にもつながると考えます。また日本眼科医会では平成10年から4年ごとに行われる日本眼科医会全国アンケートでは、要精密検査が必要な乳児でも未受診率は 35% 前後あり、保護者が検診で異常が見つかったにもかかわらず眼科を受診しなかったり、見え方に問題がないと自己判断したり、仕事が忙しくて受診しないなどの結果があることからも、少しでも早い発見と保護者への治療の重要性を啓発する指摘がされています。遅くても8歳までに治療を行うことが必要であり、小学校に入学してからの治療は学校を休むという不安につながり、親にも子どもにも負担になっているとの声も聞き及んでおります。また早期発見されず16歳の時に自分は弱視であることが分かった方が、子どもの時にこの屈折検査を受けていたらもっと違う人生を送っていたかもしれないとの声もお聞きしました。こうしたことからも機器による3歳児検診の屈折検査の導入をすべきと考えますが、ご見解を健康福祉部理事にお伺いいたします。健康福祉部理事、
それでは議員ご質問の3歳児健診における弱視発見率向上のための屈折検査の導入についてお答えいたします。本市においては視力検査は滋賀県が作成しました乳幼児健康審査保健指導用手引書に基づき3歳6ヶ月時健診時に一時健診としてランドルト間による視力スクリーニングを行っております。3歳6ヶ月時では 95% の子どもがランドルト間による検査を行うことができる上、ランドルト間による視力検査は正確であるとされているため、確実に弱視などの疑いをチェックすることができます。一次検診の結果、精密検査が必要であると判断されたお子さんについては、二次検診である眼科医療機関を紹介し、屈折検査等の精密検査により、疾病の早期発見、早期治療につなげております。また、ランドルト間による視力検査が上手に実施できなかったお子さんは、精密検査の対象として、眼科医療機関の受診勧奨を行っており、3歳6ヶ月時健診における視力検査は、実施時期及び検査方法ともに適切なものと認識いたしております。子どもの目の機能は6歳までにほぼ完成するため、弱視の治療はその時期までに実施することが望ましく、早期発見、早期治療には視力検査の受診と陽性検となった子どもが確実に二次検診を受けることが重要なことから、本市においては妊娠期から母と子の手帳で啓発するとともに、生検となった子どもの保護者には個別に弱視の早期発見、早期治療の大切さを説明し、医療機関から検査結果報告がない場合には、保護者に確認し、受診指導を行っております。屈折検査の導入は、視力検査の精度を高めることにつながりますが、乳幼児健診の場においては、健診としての精度管理、保健師や看護師が実施する上でのマニュアル作成、医療機関との協力体制、乳幼児健診全体の効率性など、検討すべき課題も多いことから、当面は国や県、多市町の動向を注視してまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。よろしいですか。5番福井住。はい、ご答弁ありがとうございます。注視していただくということで、また検討をよろしくお願いしたいということと、やはり見逃すと本当に一生弱視ということで、人生がその子の人生が本当に大きく変わってしまうというところでは、保護者の方にしっかり啓発、今いろいろと言ってくださいましたけど、さらなる分かりやすい理解を深めるための啓発をどのようにもう一度されるかお聞きします。健康福祉部理事。再度のご質問、どのように重要性を啓発するかということでございますけれども、現在、周知の方法としましては、母子健康手帳の交付の際にもご説明をさせていただいておりますし、また2歳半健診、2歳半健診においては、3歳半健診で視力検査を行うこととか、重要性についてもご説明をさせていただいております。また、子育てサロンや各種教室の場でも、検査の目的や必要についても啓発を行っているところです。で、今後につきましては、8月から母子健康手帳アプリの導入を予定をいたしておりますので、そこにプッシュ通知機能というのがございますので、それを利用して、適切な時期にできるだけ、ポイントを抑えた内容の通知を、積極的に行う中で、周知をさらに図っていきたいと考えております。以上、答弁といたします。5番、福井澄子さん。アプリを利用して啓発していただけることでありがたいと思います。よろしくお願いいたします。次に、2つ目の質問に入ります。乳幼児健診の再検査や問診に対する配慮についてです。
先に質問させていただいたように、乳幼児の健診は、視力検査をはじめ、子どもの健やかな成長を支援する大切なものです。しかしながら、保護者にとってその日の子どもの機嫌や、一緒に連れてこざるを得ない兄弟の対応もしながらの健診は、本当に大変です。その中で、先の質問のように、視力検査など再検査をしなくてはならない場合、さらに保護者の不安と負担は大変大きくなります。再検査を待つ間、問診の会場で待たなくてはならない状況があります。現在、実際に再検査を待った経験のある保護者の方からは、周りの視線が大変気になったとの声をお聞きしました。今の健やかセンターの部屋割りでは、そうした方への個室を確保することは大変難しいのかもしれませんが、せめてパーテンションを作るなどの配慮は必要ではないでしょうか。森山版ネオボラをこれから展開していく中でも、キーパーソンとなる保健師の皆さんの対応はとても大切になってきます。再検査となり、不安な気持ちになっている時の唯一の支えとなるのは保健師さんだけと、検診の 最中も大変多忙ではありますが、これからも保護者の方への配慮ある対応をお願いしたいと思っております。再検査の待合スペースの確保と、保健師の対応など、再検査の保護者に対する配慮について、健康福祉部理事にお伺いいたします。健康福祉部理事。はい、議長。それではただいまの乳幼児健診の再検査や問診に対する配慮についてお答えをいたします。健やかセンターで実施をしております乳幼児健診では、子どもの成長発達に応じたさまざまな検査を実施しており、健やかセンターの限られたスペースと時間の中で多くの項目を確認する必要がございます。視力検査を実施しております3歳6ヶ月児健診では、毎回35人程度の多くのお子様が来られるため、対象児や保護者の方が落ち着く静かなスペースを十分に確保することは大変厳しい状況にございます。また集団の場において視力検査の再検査のように再検査が必要となった親子が特別視されない配慮も必要でありますことから、これまでからも保健師等のスタッフによる丁寧な説明や声かけを行ってまいっております。今後につきましても、再検査の対象となった親子の心配や不安を軽減できるよう配慮するとともに、寄り添った対応をしてまいりたいと存じます。以上、答弁といたします。5番福井澄子さん、よろしいですか。はい、5番福井澄子さん。はい、はい、保健師さん の優しい配慮をこれからもよろしくお願いしたいと思います。それでは引き続きまして3問目、子どもの医療費助成の拡大について質問させていただきます。はじめに質問させていただいた視力検査で治療が必要となった乳幼児に対して、県外医療機関での受診、また9歳未満での治療用のメガネや補助装具の代金に対して、メガネは上限があるものの、医療費の全額支払いや助成があることは大変ありがたく、安心して治療に専念できると保護者から聞こえております。市がしっかりと支援することで、保護者が安心して治療に専念し、子どもが元気に成長していくことは誰もが願うことです。ただ小学校就学前までに治療が完了すればよいのですが、治療が長引く子どももいると思います。視力だけでなく、子どもの病気は小学校入学してからも流行する病気も含め、未熟な子どもの成長段階においていろいろな病気を発症する可能性があります。また私のように生まれながらにアレルギー疾患を持っているものは、皮膚や気管、目、鼻など症状がその時に出ますので、治療を受けなければなりません。現在、守山市の子ども医療助成制度は、小学校、就学前までの乳児にかかる通院、入院にかかる医療費と、小学生、中学生の入院にかかる自己負担が助成の無料となっています。しかしながら、小学校に入学し、生活環境が変化することで、体調を崩してしまう子や、アレルギーなどの病気が悪化する可能性があります。また、入学前から治療した子どもが、助成制度が終わった途端に、
医療費の負担が大きく、治療を遠ざけてしまう保護者もいると聞き及んでおります。先ほど弱視の治療ではあってはならないことですし、児童の兄弟がいる家庭での医療負担は大変大きいと思います。弱視を防ぐためにも、また家庭への医療負担の軽減のためにも、助成の拡大を検討していただきたいと思っております。これからの子どもの医療助成制度の見直しについて、見解を健康福祉部部長にお伺いいたします。私の質問は以上です。健康福祉部長。それでは福井議員お尋ねの子ども医療費助成制度の拡大についてお答え申し上げます。本審における子どもの医療費助成につきましては、少子化対策や子育て支援を図る観点から実施しているものでございます。その中で入院にかかる医療費助成につきましては、平成25年10月より中学校卒業までを無償化とする助成拡大を行い、今日まで継続的に実施しているところでございます。一方、通院にかかる医療費助成につきましては、待機児童解消など他に優先すべき喫緊の課題が山積しておりましたことから、現状において小学校就学前までにとどめている状況にございます。しかしながら近年においては、近隣市においても助成拡大に向けた動きが広がっており、すでに草津市では平成29年10月から小学校3年生までを対象に、所得に関係なく医療機関ごとに1月あたり500円の利用者負担を設定する形で助成拡大がなされております。さらには栗東市においても草津市と同様の範囲の拡大に向け、現在検討中のことであり、その機運の高まりを感じているところでございます。そのような中、本市といたしましても、さらなる子育て支援を推進し、福祉の増進を図る観点から、市の財政状況を見定める中ではございますが、先の3月議会でもお答えいたしましたとおり、制度の在り方や実施時期等につきまして、検討しているところでございます。今後、議会にもお諮りする中、その方向性を見定めてまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。5番、福井澄子さん、よろしいですか。よろしくお願いします。ありがとうございました。